ふうやれやれ、今日もマリオメーカーでもやっていくる。ん？いきなりため息なんてついてどうしたんだ？実はね、ウプ主が地声実況用のキャプチャーボードとマイクを買ったんだよ。ふむふむ、あのバカウプ主、これでキャプポ3代目なんだよね。え、なんでそんなにあるんだ？私たちのゆっくり実況を始めた頃は、地声実況なんて全く頭になくて、安いのを買ったんだよ。ふむふむ、それは知ってる。確かそれだといろんなケーブルが使えなくて地声には使えないんだよな。ふむふむ。お、中間ゲット。ふむふむ。まあ、そんなわけで地声やりたいなぁと、近くのヨドバシカメラまで買い物に出かけたんだよ。ウプ主の家のすぐ近くだし、通販で買うより早く手に入るもんな。それで、機械に弱いから、地声実況できるキャプボとマイクくださいって店員さんに相談したんだよ。ふむふむ。パソコン周辺機器売り場の店員さんだし、それくらいわかるだろうからな。今ゆっくりで使ってる機材の写メも見せて選んでもらったんだけどね。これなら生放送でも大丈夫ですって言うから、ちょっと高いやつを購入したんだよ。安物買いの銭失いにはなりたくないもんな。ふむふむ。で、帰っていろいろ試してみたんだけど、遅延がひどくて全然プレイできなかったんだよ。何か設定が悪かったんじゃないのか？私もそう思って、いろいろ調べてみたんだけどね。ふむふむ。知恵袋とかで相談した結果、購入したやつでは実況できないということがわかりました。マジか。で、それを買ったヨドバシカメラにまた行ったんだけど、返品もさせてくれないし、あまりにも対応が悪かったのでもう使いません。確かに箱から出して使っちゃってるけど、店員さんに用途を説明して勧められたやつなのにか。そしてウプ主はツイッターでお世話になってるマリオメーカー実況者さんに相談して、新たに買い直しましたとさ。ふむふむ。キャプボって結構高いんだろ？ずっと使ってたやつは7000円くらいだったかな？で、ヨドバシカメラで捕まされたのが2万5000円ほど。マジか、そんなするのか。ふむふむ。もちろん物にもよるんだけどね。で、お世話になってる実況者さんに勧められたのが1万6000円くらいだったかな。確かにその損失は痛いな。この動画始まって2分くらいずっと愚痴で使ってしまうのはどうかと思うが、それは確かにため息くらい出てしまうな。ふむふむ。でしょ？まあ、新しく買ったやつは今のところきちんと使えているから、しばらく練習したら、きっと動画をアップすると思います。ふむふむ。と、そんなわけでただいまウプ主絶賛練習中です。あんなコミュ障がまともに話せるようになる保証なんてないけどね。同じアカウントでやるか、それとも全く別にアカウントを作るか今悩んでいるところのようです。ふむふむ。正直キモいと思いますので、チャンネル登録を解除するくらいなら、地声の方は見ないでチャンネル登録も解除しないでください。お前さすがにそれは言い過ぎじゃないか。だって、地声聞いて気分が悪くなって病院に行ったとかで、医療費請求されたら嫌だもん。あ、それは確かにそうだな。ふむふむ。よし、それじゃあ別アカウント作らせて、私たちは赤の他人ということで行くとするか。予定は未定だけどね。練習をいつくらいまでやるのかもわからないもんな。で、ここはどうすればいいのかな？あ、ようやく実況やっていく気になったんだな。コース提供していただいてるし、さすがに申し訳ないからね。始めた途端に終了のお知らせ。ここ、多分壁キックで登っていけばいいんだよね。ドッスンの上には邪魔なグラパがいるし、他の方法はちょっと思いつかないな。ふむふむ。コインがあるところは別に安全地帯っていうわけではないんだね。他のコースだとそういう場合が多いから、つい振られちゃいそうになるな。お、中間からのカットっていうことは、これがクリアテイクかな？ふむふむ。いつもなら私がメタ発言やめろって言われる場面だけど、マリサに突っ込むの怖いからやめときます。ふむふむ。そしてここ、何回もチャレンジしたけど、ゴリ押しで行っちゃうのが一番確実でした。この先はどうせ大きいままじゃ進めなそうだしね。バックンが生えてくる炎がかなり危険なので、うまく氷の壁を使って防ぎましょう。そういえば、赤コインを集めるみたいだけど、集めなくてもいいの？正規と思われるルート上には、一枚も見つからなかったな。一応、前のマップのグラパの上や、このエリアのドッスンの上にあるのは確認したんだけど、あれを取ってクリアするのはかなり難しそうです。ふむふむ。この人に送ってもらったコース、毎回赤コインの配置がいやらしいとこにあるからね。確かにそうだけど、決して不可能っていうわけではないんだよな。こんな下手くそプレイにもかかわらず、コースを送っていただける皆様、ありがとうございます。雑談が多くなってしまうことも多いですが、これからもどんどんコースをお寄せください。さっきやられたところはなんとか突破できたね。相変わらずパックンが嫌な位置にいるんだよな。ブラパ？それとも普通の方？両方ともなんだぜ。ふむふむ。ここまで来るのもかなりきついので、慎重すぎるプレイになっていますが、生温かく見守ってあげてください。こんな腕で地声とか本当に心配なんだぜ。イラ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 イ。あれ、最後のってもしかして？よせ霊夢、許可いただいてないんだから、気のせいだっていうことにしておくんだぜ。なるほど、他人の空にっていうやつですね。ふむふむ。
お、この雰囲気はゴールなんじゃないか？結局赤コイン回収できてないけど、まあいいか。ヨウム、このコースはどうだった？ふまふま、ふまふま、ふまふま。なるほど、とても面白かったそうです。よく今ので通じたもんだな。それでは、いいねして今日はこれで終わります。次回は、あなたのコースにくるくるくる。ふまふま、ふまふま、ふまふま。